はい、というわけで今回もやってまいりました玉木さんと、はい、ドムでーす。はい、ハムでーす。というわけで、じゃあ第3回はーい、やっていきまーす。はい、今回はドンベイさんがプレイヤーで、はい、僕でーす。じゃあ早速いきまーす。もうね、死にかけてるよね。はい、だいぶ死にかけましたね、すいませんね。え、あ、なんかこれ出てんじゃん、車の時あるじゃん。あ、あるじゃん。え、いや、もうずっとあった。いや、玉木さん壊したからもう乗れねえよ。じゃあさっきのとこってこれ取ってさ、うん、乗ったら終わりだったんじゃねえの。ね、あるね、それね、うん、死闘繰り広げる必要なかったよね。せっかく殺してたんだし、なんか殺したらアイテムとかって落ちてないの逆に。いや、なんか、なんもないんじゃない。あの、死んだおっちゃんのところに。とりあえず歩いてるけど、何マーカーは使わないね。で、これ何？あ、ここか、ここから脱出すんだ。いいか、しっかり見ておけよ。今から面白いものを見せてやる。生きてんじゃん。え、マジかよ。あ、え、弾残ってた。もごもごしてるよ、私。生きて、生きてるわ、こんなもん。やばいわ、バカ野郎。すげえ、じゃ赤いわ。ショットガン弾取った。ショットガン、うん、弾だけね。おたまにこんなのあるよね。おお、プレート、あ、プレートさっきのあれ、ね、あれね、メインホールのあれだね。なんかあったね、模様だね。もう一個ぐらいあるよね、多分ね。こっから帰るんじゃねえのか。違うんだね。モニターわかんねえよ、モニター。モニターわかんねえ、わかんねえ。え、わかんねえ、今あいつクラウンやりました。え、わかんねえ。いや、もうぐらいだろ、動くんか。動くんかい。なんか押してない、そして。押してない、押してないでしょ。よいしょ。はい。でさっきのここに戻ってくると。ああ、なるほどね。で、とりあえず半獣のプレートを。徘徊してるのおじさんだけだよね。うん、多分。サクサクっと行こうか、そしたら。切るのと、突き攻撃は？あの、ガードしたまんま押すと。じゃあ、あの、構えるだ。L2 で構えて。あ、うん、お、なるほど。これ見てもね、見た見た、これだ、これでしょ。ここにさっきのこれをはめて、もう一個一人、あ、一個だけ、あ、進んだ。で、これでホールに入ったと。あ、ハブ来た。回復しましょう。じゃあさっきのあれと、僕撃ってよ、撃ってよ。どこにでもいる。ほーん。でハーブとこれにして、これ使いましょうよ。もう死にそうですからね。はい、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。なんか鍵、ガンパウダー、これ弾薬作る系ですかね。弾も作れるってやつかな。うん、アンティークっぽい。さっきのなんだよね。なかなか。ああ、ゾイ、ゾイ、父さんにいじめられた。父親なの、パパなの。昔はね。残念だが、やつはもう死んだ。あんたならできるかもね。え、この人、俺、よくわかんないんだけど、かけてきてる人。今は話せない。まだ会ってないからね。鍵がいるかもしれないけど、うん、とにかくこの屋敷から出てる。わかった。また連絡する。お、なんか光ってるよ。ん？光ってないでしょ。あ、光ってるって、なんかライティングされてたよ、さっき。うん、ないね、鍵がない。ないね。車の木もいらねえよな、取ってきちゃったけど。そうだ、お、振り子。ルイジアナ南部で相次ぐ失踪、2年で20人以上ここに取られられてんの。やばいな。え、旅行者や不老者が多いって。あ、だからさっきの人疑ってたんだ。ここはないね。いやー、初めて見る場所で。ああ、これね、なんか、映写機みたいな。
あーなんかひなたときなんか置くんでしょうね。置きますよこれ。置けた。ほう。なんかヒントがないと。なんだろうね。でもこういうこと？あなんか鳥の絵ある裏に。あー本当だ。だからあそこに はまればいいんだよ。なんか書いてるよ。鳥の絵。これ鳥の形になんの？ならない。違うもんじゃない。違うもので。あ、じゃあこれじゃねえんだ。そういうことか。振り子になんか書いてあったな。これじゃないって言った。ありがとう。俺も今気づいたわ。じゃあ鳥探そう。これじゃない。あ、ショートガンあった。あ、ショートガンだ。トラップじゃねえの？バイオワンとか天井降ってきたよね。取ったら。あったあったなんかそんなの。あ、おらーん。あほらー鍵がかかってる。なんかここに置かなきゃダメ。置いてあげればいいんじゃない。これでいい。不審ねあそうこれ見てないね。これなんて書いてあるのこれ。リビングルーム。車の鍵じゃダメ。これなんかこれもうあれだよね。まだ無理だね。まだ無理だね。2階かな。ここはリビングルームでしょ。もう2階だよな。2階行こう。そうだね。2階行こう。鳥。あ、ばあちゃん。ばあちゃんだ。ばあちゃん。ばあさん。ばあちゃん寝てんの。刺してみたら起きんね。いやー、怖いからやめとくわ。朝だよーっつって。ヘルメ、あなんか書いてある？かぶれねえの。これかぶれたらでかいんだけどね。かぶれないね。なんかゴンって。車の鍵じゃダメ？ダメだよね。車の鍵じゃダメ？なんかその部屋から出る多分ね。うん。もうガンガン調べてきますよ。どん怖いもんなしたね、ドベさん。あ、これ。開かない。もう開かないね。鍵ないからね。あ、壊せんじゃないこれ。ナイフで。アンティークコイン、またアンティークコインだな。なんかで使えそうだね、アンティークコインね。なんだろうね。マーガレットへ捕まえた。ヒッピー野郎はいつも通りフォールから加工場に運び込んでおけ。あ、ビデオデッキある。あ、横にあったテープが。わかりやすい。ビデオテープ、ミア。じゃあ見ましょうか。見ましょう。はい。ミアってさっきの表現した人だよね。彼女だよね。うん。多分。壊れてんの見れないの。ああ、落ちた。びっくりするじゃん。リサ、もしこれを見たら、もう私が何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし、ひどいことをした。え、分かってんの？さっき撮ったやつか。これだけを信じて。あ、そういうことか。あれは私じゃないの。何が起きたのかは分からないけど、伝えたいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい。肝を冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。ばあさん。あ、寝てるばあさんじゃなくて、あれだよね。飯作ってたおばちゃんで。あ、おばちゃんの方か。ママの方だ。よいまた捕まるわけにはいかない。あ、俺、女になっちゃった。女になっちゃった。逃げろって。すごいね、このなんか、ビデオイベントを毎回やらされるんだ、これ。ね。吊るされてるよ。ドールが。ドールが。人形島みたい。来てる？来てないね。来てない。ここにいるかな。こっちか。閉まったよ。誰よ閉めたの。今間に合ったって絶対。こっちか。ねえママこっちだよ。お、お、誰？ガールがいるよ。ちょっと危ない。誰電気消したの？あれドアなかったさっき。これ？ドア。さっき入ってきたドア？いいじゃないこれ。ドア。いいか。ガンガン行くね、ドンベーター。いや、だってどうせ調べるとこないでしょ、ビデオの中だから。あんたの遊びに付き合うのはもううんざりだよ。隠れ。あれ？隠れ。あ、終わった。うわあ、ダメなんだ。やり直しますよ。いや、いいだぞ。いや、確かにね、左上にね、オートセーブのマーク出てたから、うん、ビデオの中からやり直しはできるはずなんだよ。なるほどね。けどでもあれだよね、取ったアイテムって別にね、ビデオ見終わった後ね、手元に戻ってくるわけじゃ
まあそうだね。ないもんね。うん。あ、クイックターンってあるって。え、あ、L プラスバツでクイックターンができるって。これ昔ながらの操作方法なんだ。素早く物陰で身を隠そう。マーガレットつうのあのおばちゃんね。これだ。それだ。ここから。いい加減にしたらどうだ。左右のドア。これ以上あんたの遊びに付き合うのはもううんざりだ。右のドアあったね。物陰に身を隠す。隠れなきゃ。どうして私を困らせ。隠れてんのこれ。ここ隠れてんじゃん。一体何が気に入らないって言うんだ。家に招き入れてやって食事まで与えた。はっ、お、気配消せ。気配を消せ。あ、いなくなった。あ、いた。どうしてこそこそ逃げ回るのだ。まだ見事ないよ。この力は授かり物だ。あ、右行った。右行ったね。ただ左に行ける。ね、よし、俺でいいんじゃん。いいので見つからなかった。うん。正解だ。よし、オートセーブついたね。ついたね。よし。あ、来た。鳥だ。取れない。今それどこだよな。あ、そっか。ここにあるよっていうヒントだ。もう隠れる場所ねえぞ。これか。来てるよね。来てんだよね。来てた来てた、うん、いたね。ゾイと何か企んでるんだろう。グルだって分かってるんだよ。あ、来た。来た来た。いや、もうこれ以上いけないんだよ。知ってるんだよ。ちょっと目そらしとく。目線を。目線を。いや、眺めてる俺。ちょっと待って。いた？いたよね。いるー。いた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 。じゃフェイント入れるよね、あのばあちゃんね。そうそうそう。来ないで。お願いだからこっちに来ないで。あ、来たー。おお、来た来た来た。振り勝てるよね。さっさと自分の部屋に戻るんだよ。難しいですよ。ここ切れてるとこないね。こっちだ。こっちだ。こっちだ。ここだ。もう大丈夫だ。コントローラーから手離そう。手離そう。うん、大丈夫だから。さあ、来ました来ました。来よ。てかもうここしかないもんね。と思うよ。うん、帰った？あっち側行った。あっち側、今のうちじゃない？今のうちもよみたいな。こういう感じだ。すげえ。こんな感じ隠れたりできない。で、こっちのドアだ。こっちだ。すげえ。開かねえ。開かない。開かねえ。ほんと隠れる。帰ってくる、帰ってくる、帰ってくる。開かないよね。お前なんか虫の餌にして残りの肉を庭の肥料にしてやるよ。どうすんの、どうすんの。やばいやばい、来るんじゃない。いや、でも、もうだって開かないよ。帰ってきた、帰ってきた。帰ってきた、帰ってきた。まだ、まだ大丈夫。はいはいはい。やばいやばい。あらららら。我が家に迎え入れたのに。あらららら。怒って心から歓迎したのに。心から。そのお返しがこれかい。ちょっと難しいですよ、ここ。難しいですよ。いる？いる？あ、来た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 。いた。いた。どうすんの？どうすんの？戻る。開く？こっち戻ろうか。こっち戻れる？いや、開かない。席だ。鳥？うん。これで取ってもしょうがなくね。うん、そうそうなんだよね。夢の話だった。取れる。取った。で？合わせる。あ、形合わせる。で、雲になるのこれ。
難しい。あ、なった雲なった。180度反転じゃない逆逆ちょっと違うじゃなくて、あのくるっと横方向、水平方向に180度回せば。そう、来た。もうちょっとこれちょっと、まだ足りない。まだ足りないね、もうちょっとまとめて。これぐらい違う、それじゃない、それじゃ、あ、それかな。もう、OK にしてくんねえか。大体やってるんすね。うん、それだ、それじゃない。それだよね。もうちょい右じゃない。右右じゃ、逆回り。今ここだ、嘘、ここに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 、これぐらいかな。オッケーでしてーよ、もうオッケーでしょ、これ。決定押せばいいじゃん。決定だったわ。そういうことか。いや、僕はあの、いい位置になったら、パチンって言うのかなと。ああ、思った。決定だ。決定だった。盲点だったな。で、来る前にそこのドア行くんじゃない？あ、これ？うん。あ、ここ？どこ？ここ本当にここ農家か。広すぎだぞ。確かに。水だ。全然知らないところだ。あの子はね、お前を愛してて家族になってほしい。ああ、実は。いや、ちょ。ちょっとも、おばちゃん、おばちゃん、おばちゃんだって向こうのドア行ったじゃん。おばちゃんと、おばちゃんパート。あそこの、そこに住んでる。もうここしかないよね。うん。近づかないと発生しない？あの子はね、お前を愛してて家族になってほしい。それなのに、お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。迷いなくこっちに来るよ。右の方に行けんじゃない、少し。そうそう、それでかわすね。あー、君に。愛してるのにどうしてそれがわからないのさ。そこから動くんじゃないよ、このアバズレが。アバズレが。あ、見っかってる。あーもう。甘ずれ。これ難しいな。はい、というわけで玉木さんが変わりました。はい、やって、はい、お願いします。はい、じゃあもう行くよ、なんとかクリアするよ、ここ。お前を愛してて家族になってほしいって。それなのに、お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。玉木さん、慎重に行くよ。さあ、のパパが止まって、少しずつ動いて。愛してるのにどうしてそれがわからないのさ。ちょっと様子を見てみましょう。あたしたちを受け入れろ。あんたは何一つ分かっちゃいないんだ。しかもそのことにすら気づいてやしない。戻ってきた。うん。エイブリンがそんな勝手をずっと許してくれるとでも思ってるのかい？めっちゃ探してる。めっちゃ探してる。あんたとのお遊びはもう終わりだよ。聞いてるかい？ほう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 。聞いてるかい？聞いてるのかい？めっちゃ怒ってる。めっちゃ怒ってる。受け取んないから。激怒。何を力。はい。カムチャカファイヤーだよ。また来てよ。急に走るから。いや、マジ本当にそれやめてほしいわ、本当に。やっぱり後ろ向いてる時にどっちかに行くしかないでしょ。こっちだね。ナイスでしょ。行けたね。
あ、いけたいけた。ダメダメ、そんなの許さない。そうやって関係ないふりしたってダメなんだからね。降りてくるの、もしかして。どこにも逃げられやしないよ、お嬢ちゃん。お、追いかけてね。先回りされてる。え、嘘。いや、今だって閉まったでしょ、これ。ああ、そういうことか。勝手に、誰いたの今。ねえ、これなんもない。これは、ええ、ははは、え、どこへ行くつもりだい。え、ああ、ビデオ終わり。ビデオクリアだ。ビデオクリアだ。ビデオクリアだ。いやー、ビデオクリアってちょっとおかしいけどね。隠れ上手。隠れ上手。玉木さん、隠れ上手。どう、お、ミア、どうなってるんだ。もう見ないよ。探索しよう。探索します。じゃ、さっきのところに行きゃいいんだね。っていうか、ほう。予報ではでかい嵐が近づいてるらしい。数年前の嵐は、増水の後始末に苦労した。まあこの辺はどうでもいいか。うん。お、なんか虫じゃねえわ。なんでもないね。なんもないね。とりあえず弾が欲しいよね。あれは散弾銃は？あ、散弾銃どうなったのあれ？散弾銃のモデルみたいに2階にあったでしょ。あれ取ってきて下のやつで入れ替える。ああ、そうだそうだ。あれ取りに行きたいな。反応が弾、よし。使用するアイテムを、あ、この鍵ダメ？開けられないんだ。じゃあこれは見てないや。はい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 。なんもないね。お風呂。ブク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 。お、なんか抜けてきた。その間にこっちを探そう。ハンドガン弾、よーし。今のうちリロードしとくか。アンティークコインいっぱいあんね。何に使うんだろうね。何に使うんだろう。で、なんか、あ、やっぱ来た。え、何これ、スタチェスト。それ、下の映写機のとこじゃない。ああ、そうだ、うん。なんだこれは。何なんだこれは。鳥の絵にするやつでしょ。うん、そうだ。うん。で、それ行きますか、下の。そうですね。あれはショットガンもあるでしょ。うおぉ、うおぉ、どうだ、驚いたな。驚いたよ。捕まると思ったか。なんかパワーアップしてる、パワーアップしてる。すごい、三国無双のキャラクターみたいな、ね、武器が。やばい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 よ。俺たちにあの子が力をくれたんだよ。そしてその力はいつも俺の中に流れてる。やっぱ食らうんだね、少しね。ちょっと顔見て。わかる。ああ、どういうこと。もう武器出てきた。これショットガン使うんじゃない、これやっぱり。でもまあ取れてないからね。それで撃退してください。無理じゃないこれ。俺は年寄りなんだぞ。こんな年寄りにも勝てんのか。すかした。これデッドポイントじゃん、もしかしたら。ちゃんと言ったはず。ミスター、あこれ以上俺をバカにするな。これ無理だ、無理だ。車ね。嘘でしょ、どうすればいいのこれ。またナイフ攻撃、またナイフ攻撃。体中に流れてる。ここにいたか。嘘。構えてたんだ。
お前が？お前が俺を弱い弱い弱いみたいな。こっちは強いよ。うわ。こっち見てくよ。うらっ。うらっ。カウンターだカウンターカウンター。死んだんじゃない？あれだね。ナイフの方が強くないか。ナイフでいいんじゃないか。うん、とりあえず仕方ない回復するぜ。あったちょうど。回復するしかないね。どういうことだっけ？どこだっけ？このボタンだっけ？違う。このボタンだっけ？違う。どのボタンだっけ？あのアイテムを開くのはどのボタンだった？これと？あ、もう作ったんだ。一回もう作られてるんだ。薬液もないから。はいはいはい。うん、あ、ガンパウダーとかもできるんだ。回復しますよ。素で使うしかないんじゃない？構成なし。もうさっきやってよ。あ、ないもう、うん、さっき薬液ゲットしてたから。てか、散弾銃持ってなかった。もう許さず。持ってなかった。いや、坂本氏は持ってるように見えたんだけど、気をせか。ないね。ないよ。うん。もう許さんってあいつ復活したぞ。復活したっぽい。もう一回降りるしかない。また行く。長えな。ダメだ。いやーもう無理だー。やりますか。いや、いいよ。なんか俺ばっかこいつと戦ってる気がする。俺変わって間もないよ。でもデバイオタン待ってよ。これさ、じゃあちょっと待って、これ取ったらあのオークション起きちゃうからさ、その前に先に取ってこようよ。何もショットガンを。どこだっけ、ここだっけ。でそこ合わないんだよ。で開け方わかんないから。でそもそももう物がいっぱいすぎて、うん、入んないか。持ち物がいっぱいすぎるから、もう一回行って進むしか俺ないと思う。でゲットして、ナイフ元これだ。これでいけばいいんだもん。で、いるんだ。どうだ、驚いたな。もう驚かねえよ。捕まると思ったか。俺たちにあの子が力をくれた。そしてその力はいつも行くしかないね。うん、逃げだね。どっちだ、こっちだっけ。俺たち家族もあの子の力がもたらした。右か。どういうことかって言うな。これさ、逆にさ、所持品多すぎ。どっか隠れりゃいいんじゃない。ね、あ、もういないんじゃない。いや、持ってきててよ。持ってきてた。できてない。なくね。でも、なんか次やればじゃん。やるよ。うん、これだよね。あ、じゃあ、これか。どうだ。これ？これ鍵じゃない？これショットガンの部屋の。いや。違うでしょ。どう考えても違うでしょ。あ、
あ、いや、それやっぱそれだよ。こうだ、こうだ。うん、鳥だよ。だから、こうだ。違う？そうだよね、こうだよね。あれ、行き過ぎた。こんな感じだよね。違う。ほら来た。いた。サクサク進むよ。さっきすれば雲のやつだったよね。うん、この隙間越えた向こう側のやつじゃない。ああ、越えた先の向こう側の家の話じゃない、違うか、そうかな。これは壊せれる。ああ、使用するアイテムを選択してくださいっていうこと。鍵がかかってる、鍵かっていうか、もうアイテムもいっぱい出したらどっかに置けねえな。ね、何も物も出ないしさ。なんだろう、これ来たとこか今。うん、来たとこだね。でこっちのドアだ。あ、そんなが、そんなが、これ何なの、これ分かんねえな。物を預けれるボックスとかではない。ない、ないね。あ、そう、ちょっと先にさ、間違えた。調合しちゃおう。これと R1 にクラフトってあるでしょ。これだ。そっから行くとラブじゃない。もう2個ぐらい作ってていいよね。いいんじゃない。これもなんだ、わかんない。あ、あ、よいしょ。え、何、何入ってる。虫。アンティークコイン、いや、アンティークコインがいいんだって。うん、なんもない、なんもない、なんもない。あ、なかった。子供？チルドレン？なかった。わからん。なんかすげえことなってきて、だん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 。なんだ、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 あ、なんか、新しいやつ出てきた。あかん、あかん、あかん、あかん。来た、来た、来た、来た。こいつと戦わなきゃいけないの、これ。俺、最近こんなのばっかだよ、マジで。新しい家族だ。新しい家族だな。強いよ、めちゃくちゃ。待ってろ、お前。死んだ。やっと。ナイフよりはマシ。っていうこと？ナイフ。ナイフ。こっちだね、こっちだね、さっきのところだ。絶対さっきのところに何かある。道がある。すげえ当たるよ。虫？虫だね。いや、開かねえんじゃない、さっきからこういうところ全部。そう、鍵がね、ない、全然ない、鍵が。地下行く？そのまま、さっきこっち行く？すげえ、すげえとこ行こう。ハンドガン弾、よし。使用するアイテムのし、いや、だから鍵がねえんだよ。車の鍵？なんか万能鍵とかねえのかな。切れ端。なんわからない。レコード盤。お、あっ！
った、預けれたよ。もう、いらないと思うやつ全部預ける。これいるね。ガンパウダーはどうする、いる、え、ガンパウダーはいる、ガンパウダーは後から弾薬作るのに持ってるか。そうだね、うん、とりあえず、え、このドルファン鍵はもういらないでしょ。これは時計の振り子、わかんないそれ。え、ショットガンもこれ一発がいらねえよ。うん、取れてないからね、うん、今いらない。右はこれはハンドガン弾、ガンパウダー、うん、薬液回復薬、うん、そんなもんか。そんなもんだね。結構捨てられるものがないね。じゃあしていくよ。うん、おお、なんかやべえドアと長い通路。ああ、いる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 。おお、ミスった。ああ、死んじゃった。ああ、やられた。ああ、それといったところで、今回この動画、だいぶ長くなったかもしれないけど、はい、終わっていこうかなと思います。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。はい、はい、はい。